はい、こんにちは、116インズです。今回はですね、野手の登板について話していきたいなと思っています。今週8月6日の巨人対阪神戦で NPB で20年ぶりに野手の登板がありましたね。巨人11点ビハインドの8回の裏に野手の増田大輝選手がマウンドに上がりまして、非常に話題になりましたよね。まあ、野手が登板することに関しては結構ファンや評論家の中でも意見が分かれているなという印象でして、まあ相手に対して失礼だとか、はたまた大差のゲームにまでリリーフピッチャーをつぎ込むわけにもいかないと、まあ様々な意見が出てたと思うんですが、正直プロ野球の見方は人それぞれだとは思いますので、まあどっちが正解っていうのは決してないとは思うんですが、ただ今回巨人の原監督としてはブルペン陣の負担軽減を念頭に置いて、あの場面で増田選手をマウンドに上げたようですね。NPB ではこれまであまり見られなかった光景ではありますが、今年はコロナウイルスの影響で開幕が遅れていますし、日程も非常に詰まっていることから、今回の巨人のように野手をマウンドに上げるケースはもしかしたら他でも見られるかもしれませんね。さて、野手の登板といえば MLB ではしばしば見られる光景ですよね。まあロースター枠の関係ですとか、普段は NPB 以上の過密日程で戦っているという事情もありまして、どうしても大差のゲームにまでピッチャーをつぎ込むわけにもいかないという事情があり、最後は野手が投げるというケースはたまに見られますよね。特に近年は先発投手の平均イニング数がどんどん減少していることもありまして、必然的にブルペンの負担が増大して、結果として野手の登板も近年は右肩上がりで増加してきています。でそういった事情もありまして、今年からルール変更が行われまして、野手が登板できる条件に一定の制限が加わることとなりました。具体的には点差と、それから延長戦に突入しているかというところで判断されるんですが、おそらく MLB としても近年の野手の登板の増加トレンドはリーグとしてもあまり好ましいものとは感じていないようですね。ただ今期はコロナウイルスの影響でこのルールの適用は一旦は延期となっていますが、来年以降おそらくルールとして適用されるのではないかなと思っています。ただ個人的には野手の登板というのは普段なかなか見られないものではありますので、やっぱり見ていて楽しいんですね。もちろんその試合を楽しみに見に来て、で結果としてピッチャーの登板が見たいのに野手の登板を見させられたというふうに感じる方もおそらくいるとは思うんですが、野手登板ならではの珍しい記録なども生まれたりはしますので、今回はそんな野手の登板にまつわるエピソードを5つほど紹介していきたいなと思います。はい、まず1つ目は野手がセーブを挙げるということでご紹介したいなと思います。昨年の7月25日のオリオールズ対エンジェルスの試合、両チーム同点のまま延長16回にオリオールズが勝ち越しに成功しますが、この時点でピッチャーを使い果たしてしまうんですね。そのためオリオールズは2点リードの16回裏に普段は外野手のスティービー・ウィルカーソンをマウンドへ上げます。ウィルカーソンの投球フォームからも明らかにピッチャー経験のあるような選手には全く見えず、どっちかというとキャッチャーとキャッチボールしているような、そんな感じでピッチングをしていまして、実際に投げているボールも50マイル台と、まあおよそ80キロぐらいですよね。まあそれぐらいの超スローボールでメジャーリーグのバッターたちに対峙していたんですね。ただ意外にも普段100マイル級の速球と対戦しているメジャーリーグのバッターたちにとって50マイル台という超スローボールは逆にタイミングが合わせづらかったのか、16回の裏ウィルカーソンはエンジェルス打線を三者凡退に抑えまして、見事にこの試合オリオールズが勝利しました。そして2点差で最後の回を締めくくりましたので、ウィルカーソンには野手としては史上初のセーブがつくというなんとも珍しい記録が達成されました。ウィルカーソンがこの試合で抑えた3人のうち1人は未来の殿堂入りが約束されているアルバート・プホルスだったんですが、この件についてはウィルカーソンは一生自慢できるかもしれませんね。続いて投打のヒーローということで見ていきたいなと思います。2014年7月29日のロッキーズ対カブス戦、この試合も例によって非常に長い延長戦になったわけですが、カブスは先ほどのオリオールズと同様にリリーフピッチャーを使い果たして、延長16回表からキャッチャーのジョン・ベイカーをマウンドに上げます。そしてベイカーはロッキーズ打線を見事1回無失点に抑え、チームの窮地を救うと、その裏先頭打者としてフォアボールを選ぶんですね。でこの後カブスはチャンスを作りまして、スターリン・カストロの犠牲フライでベイカーがサヨナラのホームインを踏んでチームはサヨナラ勝ち。ベイカーは勝利投手になるとともにサヨナラのホームインまで踏むという、まさに投打のヒーローになったわけですね。この試合ベイカーは延長15回までベンチを温めていたのですが、ヒーローは遅れてやってくると言いますか、最後の最後で大きなことをやってのけましたね。はい、続いてはキャッチャーが投げてピッチャーがファーストということで見ていきたいなと思います。
昨年の8月13日のドジャース対マーリンズ戦、この試合はドジャース打線が爆発し15対1とドジャースがマーリンズを圧倒して最終回を迎えました。そしてドジャースの最終回のマウンドには本来キャッチャーのラッセル・マーティンが上がったんですけれども、ただこれまで見てきた2つのエピソードとは違って、別にドジャースはリリーフピッチャーを使い切っていたわけでもないですし、なんならこの回守備からファーストには本職がピッチャーのアダム・コラレックが入っているというなんとも珍しい起用に出たんですね。で、登板したマーティンはランナーは出しながらもマーリンズ打線を無失点に抑え、ドジャースが15対1でそのままこの試合勝ったわけですが、この起用はなかなか意見が分かれそうな起用ではありますよね。まあもちろん合理的に考えれば、大量リードしている場面でもブルペンを温存させるために野手を投げさせるというのは一つ策としてはあるとは思うんですが、勝っている側がやるとなかなか反感を招きそうな、そんな気もちょっと個人的にはしてしまいますね。ちなみに昨年のマーティンは意外にも4試合にも登板していまして、そのうち3試合は勝ち試合での登板ということで、このあたりドジャースは大量リード時のブルペン時の負荷を軽減させるというところをかなりシビアにやっていたようですね。続いては世にも珍しい野手の系統について話していきたいなと思います。2018年の7月20日のカージナルス対カブスの試合、この試合6回までにカージナルスが15得点を挙げ、カブスに対して大量リードを奪っていました。そしてこの試合どうやっても追いつけないと判断したのか、カブスのジョー・マドン監督は6回2アウトから本職が内野手のトミー・ラステラをマウンドに上げ、ラステラが7回まで投げ切った後、8回は本職キャッチャーのビクター・カラティーニ、そして9回はイアン・ハップをそれぞれマウンドに上げまして、野手3人で3回3分の1を投げるという、これまた珍しいことが起きました。野手3人の系統は史上最多タイらしいんですけれども、なかなか6回途中でいくら点差が離れているからといって試合を捨てるという判断はそう簡単にはできないと思いますので、実にマドン監督らしい采配だなと思いましたね。この試合はカブスのホームゲームだったんですが、なかなかホームのファンの前で試合を早々に捨てるという判断はかなり度胸のいる判断だと思いますけどね。そして最後はプレーオフでの野手の登板ですね。2015年アメリカンリーグ優勝決定シリーズ第4戦、ロイヤルズ対ブルージェイズで、第4戦始まる時点でロイヤルズが2勝1敗とシリーズリードしていたんですが、この第4戦もロイヤルズが大量得点を挙げ、ブルージェイズ10点ビハインドで試合は終盤戦に突入します。このまま負ければシリーズに王手をかけられてしまうブルージェイズですが、第5戦以降に望みをつなぐためチームは10点ビハインドの場面で内野手のクリフ・ペニントンをマウンドへ送り出します。これはプレーオフ史上初めての野手の登板となったんですが、ペニントン初球91マイルを記録し、ブルージェイズの本拠地ロジャースセンターは大盛り上がり。ピッチングとしては前のピッチャーが残したランナーは返してしまいましたが、3分の1回を無失点に抑えました。ブルージェイズはこのシリーズ結局ロイヤルズに敗れてしまうわけですが、この試合ペニントンが投げたことでチームのブルペン陣の消耗を抑えることができましたし、非常に意味のある登板だったのかなと思いますね。個人的にこのペニントンの登板は非常に印象に残っていまして、まあ、ペニントンが投げているボールがすごかったというのもあるんですけれども、球場の盛り上がりですよね。ペニントンが出てきて投げ始めてから本当にブルージェイズが10点差で負けているのかと疑ってしまうぐらいの球場の雰囲気でしたし、なかなか野手の登板であそこまで盛り上がるっていうことはなかなか見られないんじゃないのかなと思いますね。ちなみに野手のプレーオフでの登板はその後2018年のディビジョンシリーズでヤンキースのオースティン・ロマインが登板して史上2人目の選手となっています。ということで今回野手登板にまつわる様々なエピソードを見てきましたが、まあ、本当は野手が登板しない試合展開が一番望ましいとは思うんですけれども、やはりどうしても長いシーズン戦っていますと大差がつくゲームですとかそういった試合は出てきてしまいますので、ブルペンの負担を軽減させるためにも野手登板という策は致し方ない側面もあるのかなと思いますね。もちろん全ての人が野手登板に賛成ではないということは重々理解していますが、ただもし自分が見に行った試合などで野手が登板する機会というものがありましたら、そこは割り切って珍しいものを見られたと楽しんでみるのも個人的にはありなんじゃないのかなと思いますね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。